皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。今回ですけども、独自 NF がある中では、最も不人気な部類であろう、南アフリカをプレイしていきます。紹介から不名誉すぎる。まあでも、イギリスの自治領ってのがまずあるし、欧州からもアジアからも遠いって特徴があるからな。少なくとも中小国の中でも、人気っていうのはイメージしにくいな。今回はそんな難破を使いまして、イギリスに反抗して仕返しではなく久しぶりの従属プレイで枢軸を倒していくよ。最初の NF 融和政策を支持を達成したことで、難破は政治力120を獲得。早速雇っていくのは、原枠の紳士の政治顧問で、諜報員スロットを一人増やしていくよ。中小国の割に諜報にいきなり舵を切っているな。連合国は諜報員が増えやすいっていうメリットはあるからね。イギリスも早い段階で諜報員を4人にできるけど、それは民主の難破においても同様だから、早速諜報員もドイツに向かわせていくよ。このチャンネルのドイツはいつも産業技術パクられてんな。きっと諜報員が、怪盗キッドルパン泥棒猫の波くらい優秀なんだよ。ドイツに何も残らなさそう。1936年中頃には諜報員も4人体制で働き始め、いつも通りドイツの産業技術をいただきだな。とはいえ難破の研究枠は日本で、工業力も10と、そこまで高いわけでもない。さすがにすぐ5枠とはいかないだろうが、早めに研究枠を4枠にして、産業だけでなく、陸軍くらいは技術でついていきたいな。確かに技術でついていくのは大事なんだけども、今回の民主アフリカ、研究枠は最大3本で止まることになるよ。なんだと？いくら産業ボーナスがもらいやすいとはいえ、3本弱いつくにも限界がある気が。だってしょうがないじゃん。研究枠の4本目以降は独立しないと取得できないんだけど、今の難破は独立するには、非民主ルートを取るしかないんだもの。あるいは史実 AI で奇跡的にイギリスが応答派に行くとかね。ということはどんなに頑張っても、今回の難破はずっと従属プレイすることになるのか。まあそういうことだね。ひょっとしてすげえゴミなルートなのでは？民主ルートは国際緊張度 20% が条件のものがあるので一時中断し、その間に最低限欲しい3枠目の研究枠をゲット。これでようやく産業系くらいはまともに回せそうだね。ただ難破の研究ボーナスの旨味は、何も諜報の産業技術窃盗だけじゃないよ。まあそれは後で説明するとして、まずは国民精神金の輸出で消費財を下げつつ、最低限の工業的な国力をつけていこうか。NF 全ての貧者の仕事でも、さらに消費財を下げていけるんだぜ。国際緊張度が 20% を超えたので、NF 戦時措置法を達成。これでようやく民主ルートを進めるために必要な NF を取得することができそうだね。諜報員は23時間労働1時間尋問で働いてもらうとして、次に取得するのは科学産業研究評議会。まず A 連合は名手のイギリスや、他の自治領が終わっている研究には、一国につき 10% の研究バフが、最大 50% までもらえる。でもこれを取得すれば、イギリスの完了済み研究には、10% でなく 20% のバフをもらえるようになるんだ。パーセント的には大したことないが、研究枠3本しかない難破にとっては、短縮できるとこは短縮していきたいからな。あとはイギリスと一緒に共同訓練して、航空機の攻撃能力や航続距離を上げたりもできるね。操縦能力向上で、航続距離上昇や攻撃の連携性が上がるとかはわかるんだけど、輸送機のエース発生確率上昇とはどういうことだ隊長？輸送機にニュータイプでも乗ってるんじゃないか？それどっかの作品で見たことある気が。まあそんなや無茶なことはどうでもいいじゃないか。研究力強化や航空機の能力アップの先には、アフリカにおける権益確保という NF があって、これをイギリスが承認すると、エチオピア前までのイギリス領を譲渡してくれるよ。と言ってもケニアに民需工場が1個あるだけで、中核州人口が増えるわけでもないがな。建設できる土地が増えて、最前線までのインフラ改善ができるようになったと思っておこうか。走行準備している間に、時代は第二次世界大戦勃発へ、イギリス自治領の難破は強制的に連合側で参戦することになるぜ。これでも結構頑張って工場建てたんだけど、3年で8個しか工場は増えなかったね。ひとまず最初の難破ミッションは、エチオピアのカスタードも全滅させることだから、イギリスやインドなんかと協力して、押し込めそうなら押し込んでいこうか。とその前に NF ケープ軍団の拡張を取得。これは国民精神の人種差別の歴史を取り除くことができ、これでやっと難破は元通りの徴兵数を引っこ抜くことができるよ。ただ人員が増えたとはいえ、難破はドイツみたいに機甲師団を作る国力もないし、中華みたいに無尽蔵の人的資源がいるわけでもない。前線に航空基地もなく、また航空機も現在わずかしかないから、しばらくは敵の充足をただただ削る、地味な防衛戦が続くんだぜ。研究はイギリスらのおかげもあって、3枠でもそこそこ取得できている難破だが、最前線はイギリスらの師団もいることで、パンパンの状態に。これ最前線がうちの領土になっているからまだ良かったけど、民需工場10個程度じゃ、インフラ建てるのも一苦労だよ。
しかしそこは半年間インフラ強化に費やし、ようやく補給も安定したので、そろそろ反抗しようかと攻撃開始。陸軍ドクトリンもそれなりに進んでいるだけあって、特に平たいソマリア方面で、進むことができているな。いつもあまり気にしないけど、エチオピアって結構な山岳地帯だから、進むの大変なんだよね。しかし難波の高い立案ボーナスの前に、イタリア軍は後退していき、港の一つであるベルベラを確保。その結果エチオピア方面にいたイタリア軍は、ほとんどが補給を失う事態に陥り、あとは連合国の師団と共に、押しつぶしていくだけになったのぜ。結果的にこれでイタリア軍は減っただろうから、イタリア本土も守備隊が少ないチャンスのはずだ。次はパスタに上陸して、敵の主要国の一つを撃破していこうか。雑草をパスタ代わりに食っているのか、包囲されているのに補給のあるイタリア軍をなんとか殲滅した頃には、すでにアメリカが陣営入り。もちろん、すでに独ソ戦も始まっているので、連合国が反撃できるチャンス到来だな。しかしその前に、数軸入りしたビシーフランスの、アルジェリア方面を先に制圧していく。アルジェリアは地味に鉄鋼が出て建設スロットも多い上に、NF の取得によっては、フランスの中核州にもなるからな。最悪ビシーフランス本土を全て抑えても、コルシカやアルジェリアが残って、降伏しない時があるから、今のうちに潰せるやつから潰していくんだぜ。そして戦闘機は1944年型を改造した、最新機の生産を始めていき、イギリスが統治するマルタから航空機を飛ばしたことで、制空権が確保できたので、空挺上陸をパレルモ周辺で行っていく。潜水艦などの海軍がない代わりに、今回は偵察機を飛ばして、相手のいる位置をなんとなく確認済み。難波はお世辞にも人口はそこまで多くないから、このままスマートに攻略していきたいね。ということでイタリアのつま先部分で詰まってしまったので、それを改善するためにナポリに空挺上陸。地中海の国はやたらと海岸があるから、上陸作戦は比較的やりやすいな。案外地中海に面する国というだけで、比較的足かせがあるのかもしれないね。さすがにそんなことはないんじゃないのか？大国でもフランスだろ、イタリア、スペイン、ギリシャに、トルコに、ユーゴスラビア、アルバニア。この話はおしまい。ナポリ上陸後は援軍を送って、イタリアのつま先方面に向かう部隊と、ローマ方面に向かう部隊に分かれて進軍開始。アンティオからあっけなくローマを獲得することができたね。南部制圧後は、全部隊を結集して北上していこうか。しかしローマのラインで一時膠着してしまったことから、再び空挺部隊に活躍してもらい、敵の背後を強襲。すでに進んでいた本隊と合流したことで、イタリア軍を小規模包囲することに成功したんだぜ。ここまで来れば、イタリアは降伏寸前になるだろうから、あとは航空優勢を生かした平押しだけでも、十分倒せそうだね。ということで無事イタリアは南アフリカの植民地になったので、今度はビシーフランス領土に陸路で侵攻開始。イタリアは7大国の中では、鉱物資源も工業力も最弱だが、南アフリカにとっては結構ありがたい資源。工業力もやっと80を超えて、力もついてきたから、このまま勢いに乗って、南フランスも占領していきたいな。土地分取ったら自由フランスにはすごく怒られそうだけどね。その後ビシーフランスを降伏させて、残るは充足の割れたドイツ軍と小国の軍隊だけに。南アフリカはフランス南部の鉄鋼地帯を占領したおかげで、一時的とはいえ、鉱物資源には困らないくらいになっていたんだぜ。ただ最前線は補給がやべえことになっており、南亜軍はろくに力を出せないでいる。こうなってくるとインフラ改善するにしても、残りは連合に任せるにしても、南亜軍が一時邪魔になるから、とりあえず小休憩で陸軍は引かせようか。日本がインドを脅かしているから、そっちの防衛をしてあげてもいいかもしれないね。しかしなんということでしょう。連合を信じた僕がバカだったのかもしれません。ビシーを倒してもう1年くらい経っているのですが、連合は無駄な死傷者を出しまくるばかりで、攻勢限界が来ているのか、ドイツ本土に少し入ったところで停滞。ソ連もいるから大丈夫と思っていたんだが、あまりにも使い物にならないので、インドを見捨てて手伝う羽目になりました。一番の被害者にされるインドかわいそう。エジプトが全部ビシーになっているじゃないか。連合国は一体何をしたらここまでひどい反撃を食らえるんだ？日本がスパイとして無田口12人くらい送ったんじゃないだろうか。ある意味適切な人材投入かもしれない。ってことで地中海は通れないので、ぐるっと回って比較的補給がマシなベネルクスに向かっていくよ。南亜軍はそれほど強いって師団じゃない上に、補給も終わっている状態での戦闘が続くけど、なんとか大規模作戦の立案の高さと、航空優勢によって、ドイツ領内の大都市部に接近成功。南亜のおかげとまでは言わないが、自治領の力を確実に借りてようやくここまで来たのに、連合主要国はヤルタ会談開いて余裕そうで、なんかムカつくな。でも数日国がここから立て直すなんてことはなく、結果的には連合の物量押しによって、ドイツも降伏。
ナンアも最後は結局無茶して、最終的に50万人近く人員を失ったが、300万500万1000万失っている。英米ソは人のこと言えないと思うぜ。次のアプデで陣営内の他人の土地なら、民需向上支払うとかで、最前線のインフラや鉄道を引いてくれないかな。9割近くないと思う。しょぼんしょぼん。まあ結果としてはヤルタ会談を完全無視して、現ドイツの領土を南アフリカが全併合。ソビエトがドデカネスギリシャに宣戦布告したり、日本がインドからニュージーランドまで抑えたりと、暴れ回っていますが、ナンアは知ったことじゃないので、ここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。